どうも、ラクチンです。ユニコーンオーバーロードやっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日もいい感じのパーティーを一つ紹介していきたいと思います。今日紹介するパーティーが、これですね。前衛に、ワーベアとバイキング。で、後衛に、ワーライオン、シールドシューター、ビショップですね。どんな感じか、とりあえず戦ってみましょう。それでは、オンラインの、ランクバトルに来てます。では戦っていきましょう。バトルホルンからのグランドスラム。これがめちゃくちゃ効くんだよね。一発300超えの全体攻撃。これめちゃくちゃいいと思うんですけども、どうでしょうか。まあ、弱点としては、飛んでるやつには効果がないっていうところですね。飛んでるやつには、攻撃が当たりませんけども、まあまあまあ、飛んでないやつはワンパンできるんで、いいかなと思ってやってます。倒せはしないけども、勝てますね。はい、こんな感じです。それでは装備などの紹介をしていきますね。まずは前衛のこちら、ワーベアからですね。これワーベアじゃなくって、カタフラクトでも OK だと思います。でも、ワーライオンを使いますので、一応ペアとしてワーベアを選んでます。夜になるとめちゃくちゃ強いですし、ウルフパックを、スキルで使いますと、会心率が上がって、さらに強くなっていい感じだと思います。で、装備はこんな感じで、特に重要なものはありません。まあ、とにかく PP を4にして、クイックカバー、そしてヘビーガード、これでカッチカチになればいいかなっていうところですね。で、そして、バイキングですね。バイキングも特に重要な装備っていうのはありません。まあ、PP を4にして、ホーリーガード、そしてバトルホルン、これが両方使えるようにすればいいかなと思います。まあ、AP がね、3あれば、ちょっと、攻撃が多くできるので、まあ、それもお得だなっていうことで、この装備にしてます。で、今回戦ったのが夜だったんですけども、夜はこの装備で、昼間はこの装備ではありません。漱石のペンダントを、これに変えてます。軍狼のコテですね。ウルフパックが使えるように、装備しますね。朝と昼だったら。夜だったらば、装備せずにバトルホルンを使ってます。で、軍狼のコテを使うときにはバトルホルンは消しておいてください。ウルフパックが発動するようにするといいと思います。続いては、後衛のシールドシューターですね。シールドシューターの装備はこんな感じです。めちゃくちゃ強い武器、ウッドペッカーは必ず装備した方がいいと思います。そしてもう一つ重要なのが、これ。色あせた、賭博士のコインですね。賭博士のコインとは違って、ワイドチャンスっていうのが発動されます。味方一列に、攻撃力 30% と、会心ダメージプラス 50%。命中マイナス50がつきます。後衛全員につくんですけども、まあ、シールドシューター、命中が160ありますので、110、まあまあ、当たるかなっていうことで、色あせたの方を採用してます。はい。で、作戦のところで、ワイドチャンスを、後列の味方、もしくは、獣人の味方でもいいと思います。これを設定しておいてください。そして同じく後衛のビショップですね。ビショップの装備はこんな感じになってます。特に装備するやつがなかったので、残り物の装備をしてるっていう感じです。まあでもこれでいいと思います。とにかく PP を4ですね。PP を4にして、ヒールとリフレッシュ、これを使えるようにしていけば、全然 OK だと思います。そして、このパーティーのメインアタッカーになります、ワーライオンですね。装備はこんな感じです。オーフ、ドランガッシュ、プラスですね。これ全ステータス、プラス5になります。で、戦士のメダリオンに、天使の羽飾り、狙撃手のアンバーレンズ。
これを装備してます。まあ、AP、PP ともに2で、ちょっと微妙かなと思いがちなんですけども、1回しか攻撃しなくて OK です。なので、作戦ではこの2つのみでいいです。ホークアイとグランドスラムですね。で、天使の羽飾りで、行動速度が36まで上がってます。36。まあ、36あれば、それなりに最初の方に攻撃ができるのではないでしょうか。で、会心率は 31% なんですけども、夜になると結構上がるみたいで、ほとんどクリティカルが出ます。うん。まあ、昼間だったらば、軍狼の小手で、ウルフパック、あれで会心率が 50% 上がりますので、81%。まあ、それでもほとんどクリティカルが出ると思います。はい。まあ、こんな感じの装備をしてますね。もう少し戦ってみましょう。それでは同じくランクバトルですね。今回はちょっと行動速度の速いエルフが入ってます。で、ファストムーブまで使うんかい。こんだけ速いと、ワーライオンはちょっと遅めの攻撃になりますけども、まあ、後衛にいますので、そんなにダメージは受けないと思います。行きます。回復よ。いけるか。そろそろ攻撃してほしい。休もうか。次は行くぞ。受け。よし、オッケー、ナイス。いきます、グランドスラム、ホークアイ。あ、チャンスが発動しなかったけども、けども、200超えのダメージ、いい感じ。このパーティーにはちょっと厳しいかもね、2体飛んでるやつがいます。うん、1体だったらいいけどね、2体だったらば、ちょっと。倒しきれない時があるんですよね。OK。さすがに攻撃が早いな。直すね。あ、チャンスが発動してない。でも倒してる。でもこの残り2体の飛んでるやつが厳しいんだよな。これワーベアをもうちょっと火力のあるやつに変えた方が戦いやすいのかな。しゃあ、まあ、とりあえず倒した。うん、まあ、倒せないけど勝てるには勝てますね。うん、ちょっとしょっぱいけども勝てるには勝てるっぽい。はい、ということで今日もいい感じのパーティーを紹介していきました。今日紹介したパーティーが、これですね、前衛にワーベアとバイキングで、後衛にワーライオン、シールドシュータービショップですね。ワーライオンのグランドスラム、あれでダメージを稼いでいくっていうパーティーです。ただし弱点もあって、飛んでる敵には攻撃が当たりません。なので全員、飛んでないやつと戦うようにしてください。まあ、1体ぐらいだったらね、なんとかなるんですけども、うん、まあ、ほんとチャージ攻撃じゃないのにチャージ攻撃ばりにダメージを与えることができますので、結構おすすめです。ぜひ使ってみてください。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。